さらにみーちゃんが大島優子とともに現れた。みーちゃんです。お世話になってます。ちょめちょめポーズでご機嫌な優子。しかしこの後彼女の身にアクシデントが。どこしてる。に這わせてあるケーブルにつまずいてしまった優子。するとそこをすかさずみーちゃんがフォロー。とっても仲良しな2人。リハーサル用のマイクをつけている時も。あ、なんか撮っちゃった。あ、壊した。バックヤードで和やかな雰囲気のメンバーたち。でもひとたびステージ